羽田空港新の羽田空港駅に今、まあ、今回ですね東京もね行ってきたという動画を撮っていきたいと思います。ちょっとバスの一服がよいしょ、はい、ちょっと両手が使ってるんですよ。で、51分の空港快速に行きましょうかね。あ、区間快速かな。こっちでいいです。ずんだし駅知ってる人は知ってるんですけど、あの仙台のですね、あのずんだ車両っていうところのずんだし駅が月曜か夜更かしの、あのマツコさんがですね、あのめちゃくちゃうまいって言って取り上げたことによって、もう爆発的ヒットしたんですね。でそれに、それでなんか結構人気になって、ほんと僕も好きになって仙台行った時必ず呼んだんですけど、それの支店がですね羽田空港にいました。それでちょっと買ったわけですね。あ、ぜひ仙台行った際、または羽田空港行った際はぜひずんだ作業ね、ずんだし駅っていうものを見てください。ずんだって枝豆なんですね。枝豆し駅っていうと、枝豆し駅だとちょっとあんまりさずんだし駅って言ってI'm not sure if you're going to be able to do that.
Thank you.
ましたね。はい、そんなわけで、ね、区間快速で、羽田空港にやってまいりました。あ、ちょっとこの車両はあんまり僕的には好きじゃないですね。乗り換え前が良かった。大電車を追い返し普通電車をしていくようです。マッチョはね、2名1000の駅なんで、もうすぐに、出ていかないと次の電車回せないところでしょうね。まあ、そんなわけで東京モノレールね、非常に楽しい路線であります。急速ストレッカーパスを買った際はね、ぜひ、東京モノレールに乗ってみてね、ちょっと、まあ、遊び、アトラクション感覚ってみたらよろしいのではないでしょうか。これもう ANA と JAL が戦ってるな。さっきでご視聴ありがとうございました。もうゴミをね、捨てたいんですね、ゴミを。